それだ。冷静になればちゃんと見える。カッカしないで少しは頭を冷やせ。なんで俺がこんなこと手伝わなきゃいけねえんだよ。私だってあんたと買い物なんかしたくないわよ。だけど先生が自分で使うものは自分で運ばせろって、ちょっとは自分のことに責任持ちなさいってことでしょ。あ、男の責任見っけ。何よ男の責任って。何隠したの。いや隠してない。いいから見せなさいよ。なんで。隠してない。なんで。え、何隠したの。隠してないです。いいから見せなさいよ。悪い、ちょっと用事思い出した。あと頼んだ。何よこれ。やだ最低。これはこれは右京班やないかい。わざとらしいこと言うなよ。わざわざ人を呼び出しといて。あんたにとびきりのニュースがあんねん。聞きたないんか。聞きたかねえけど言うんだろ。ほんまおもろいな。言わねえなら行くぞ。次の試合、お姉ちゃんの大事な恋人と戦うあんたの顔を一目見たなってな。今なんつった。次にあんたが戦う相手はうちの森田や。森田健吾。あいつがドラゴンヒート。てめえまさか。汚いぞこの野郎。離せよ。ほら、こらドチンピラ。だからなんや、ドラゴンヒートに救うお前も血まみれやないか。ほな、お姉ちゃんによろしゅうな。覚えてねえよんなこと。お前のアホ面見ない日も案外いいもんだぞ。じゃあこれ。はい、ありがとう。じゃあまた明日。毎日あいつに送り迎えされてんの。やだ見てたの。姉ちゃん面食いだったろ。俺がもっとど真ん中の男を紹介してやっからさ、あんまモテないからって自分安売りすんだよ。それ以上言ったら怒るよ。たのよ姉ちゃん。本当にあいつのこと好きなの。私ね、今とっても幸せなんだ。健
郷さんお店を大事にしてくれてるし本当に頼りになるのよ。やっと見つけたの。この人に出会うためにこれまで頑張ってきてよかったなって思ってる。私はねあんたにだけは喜んでもらいたいのよ。だってたった二人っきりの兄弟じゃない。またイワシ。達也食べよう。うん料理よ姉ちゃん。おとなしくしてなさい達也。分かった。もう何も言わねえ。次の相手、森田健吾だ。これまで3戦戦ってきたが、すぐに切れやすいのが特徴で、狂ったように相手に向かっていくことから。狂犬と揶揄されている。クソ、なんであの目に気づかなかった。おい聞いてるのか。耳はついてんぞ。カッとなったら自分を意識するんだ。無駄だ。俺は自分を抑えれないんだよ。呼吸法を思い出すんだ。ちょっと待て。話がある。なんだ。次の試合出たくねえんだ。久喜との約束忘れたわけじゃねえだろうな。殺しの事実を黙ってもらう条件にドラゴンヒートで1億稼ぐって約束を。ああ覚えてるよ。だったらそんなこと口にするな。お前だけじゃない。お前のお姉さんの命の保証もない。戦って勝つしかお前が生き延びる道はない。なことは分かってんだ。分かってて言ってんだよ。戦っても地獄、戦わなくても地獄だな。作ったのよ。ちょっと営業妨害しないでくれ。営業妨害？どうせ客なんか来ねえ。来てるよ客さん。悪かったな。消えりゃいいんだろ。消えりゃ。バーカ。おい、なんで姉ちゃんに近づいた。俺に勝つために利用したのか。それとも姉ちゃん人質にとって俺を脅すつもりか。違う違う。僕が
姉さんを本気で愛してしまったんだ。だから頼む、僕たちのためにドラゴンヒートが棄権してくれないか。なんてね、姉ちゃんがバカだと弟は苦労するね、タク。なところ安心して死んでくれ。その後で姉ちゃんにはたっぷり女の幸せを教え込んでやるさ。消してやるバカ女たちがどうなろうと知ったこっちゃねえ。てめえが女にどんな恨み持ってっか知んねえけどよ、姉ちゃん見てねえか。ケンゴさん、あれまだこんなとこいたの。配達行ってくるから近くの店番お願いね。了解、車に気をつけて。はい、行ってきます。いらっしゃい。あ、タワ君早く帰りなさいよ。てめえ姉ちゃんに手出したらマジぶっ殺すか。だったら姉ちゃんにぴったり張り付いとくんだな、タワ君。白昼堂々よくこんなとこ歩けるな。今それどころじゃねえんだよ。ダメんじゃねえよ。お前泳がされてんのか、それとも茎とつるんでんのか。戸田やったはずのお前がどうしてこんなとこほっつき歩いてんだ。話せよ。自分の行動に気をつけろ。お前うちのバカ息子にそっくりだ。喧嘩早くて命知らずのとこが妙に気になってな。今すぐ姉ちゃんの店に行ってくんねえか。森田って男を一歩も外に出すんでねえぞ。出かけた。うん、なんかね、急な用事が入ったとかで。サンキュー、ちーちゃん。ちょっとあんたたち、どうだ。ダメだ、全然。俺は森田を探す、お前ら姉ちゃん探してくれ。ああ、分かった。どこ行った。あれ、ヒル。何、あれ。
ラゴンヒートに出てこい。待ってるぞ。降りたか、皆殺しの狂犬森田健吾か、その結果は Nobody knows。 おっと今度は森田の逆襲だ。行け森田、ワンツー見せてくれ。行け森田。いきなりのダウン。決まりだ。駆け金の。2、3、4。達也は劣勢ですね。ここで負けるようならそれまでだ。8、9。おお、右京立ち上がった。まだまだ勝負の行方わからない。まさに神のみぞ知るだ。さすがカムロ町の恐竜だ。ぐだぐだ言ってねえで、早く姉ちゃんの居場所吐き上がれ。ところで
あの女を好きにしろって言われてた。できねえ。できなかった。紗友子は女性の優しさを俺に気づかせてくれたんだ。安心しろ、お前の姉ちゃん今頃家に着いてる。あ、おかえり。今までどこで何してた？あ、ちょっと何すんのよ。振られたの？え？プロポーズしたのよ、健吾さんに。嘘。そしたら健吾さん黙っちゃって、急に用事ができたって言い出して、気づいたら私だけタクシー乗って帰ってきてた。ああ焦っちゃったかな。ご苦労だった。ふざけんな。俺はお前たちのために戦ったんじゃねえぞ。そういうな。俺の顔を見るのは初めてだったな、右京達也君。てめえが武器か。まるで死神ね。やばい感じだよ、ドラゴンヒートって。達也は戸田を殺したことでドラゴンヒートに巻き込まれた。竹中の息子は殺されたんじゃないかっていう噂もあったの。必ず敵取ってやるから。俺諦めないぞ。必ずドラゴンヒートぶっ潰してやる。知ってましたか、原作ゲームはダウンロードでも買えるんです。すごい時代になったね。どうやって買えるの？プレイステーションストアにアクセスしてください。ああ、プレイステーションストアでしょ。そんぐらい知ってるわよ。知らなかったでしょ。